皆様こんにちは。今回はね、チョイス特性のお話、その続きをね、やっていこうと思うんですが、まあ、今回ご紹介するのはね、物理タンクを中心にちょっとお話ししていこうと思います。で、まずね、上から順番にピルロップ行こうと思うんですけれども、このピルロップっていう英雄の、まあ、一つの特徴として、個人的にはね、メインタンクっていうよりかは、どっちかっていうとサブで入れる。もっと言えば、サブで入れるっていうよりかは、もうデバッファーとして起用するっていうようなイメージで、物理パーティーのメインディーラーのね、火力貢献に、つながるタンクっていうような形で私は認識をしているんだけれども、その理由としてはね、まずこれ、S1 の防御力低下。これが 50% ね。で、もう一つが、防御壊し、パッシブの効果です。で、回避率も、一応減少するっていうような形になるんだけれども、このねスキルの効果っていうのが非常に、物理ディーラーの火力に影響してくるところなんですが、まあタンクがね全て持っているこのチョイス2特性の熟練者、これは必ず必須になってくるし、防具壊しね、これ、対象のバフを取り除き20秒間物理、被ダメージ 20% 増加っていうのを持っている。この2つをねしっかりと抑えていれば、あとはね、割と好きなものに振ってもいいと思うんだけれども、まあ、せっかくなのでね CC、割とたくさん豊富に持っているキャラクターなので、私はまあ CC をつけてダウンを取るというような形の運用をしています。で、これがねピルロップのまあ一般的にはメジャーな多分使い方じゃないかなと思うんだけれども、一応ね、まあ、最近あんまり見なくなったんだけれども、VP 関連、もう昔はね、結構ピルロップ、まあ、今でいう耐久パのソニアみたいな使い方がね、されてる場合も多かったんだけれども、一応まあ、オナーリーグなんかを使うときに、私もね、HP ダメージ系統っていうのを一部つけて、まあまあ、ピックアップの何て言うんだろう、この選定によってはたまにピルロップを入れてあげることがある。ソニア見とこうか。まあソニアの方はねざっくり、紹介するのはまた今度にしようかなとは思うんだけれども、まあソニアでいうところのこういうねかぼちゃ装備みたいなものかなと思う。こんな感じの装備ですね。で、まあ、VP で今、ピルロップ使ってる人非常に少ないんで、まあ、この部分に関しては参考になるかどうかはわからないんだけれども、まあ、一応ね、HP を持ってあげれば、ソニアほどではないけれども、それなりに、耐久パーでも、まあ、火力は出せるのかなと思うので、まあ、一応ね、こういった、調子特性の方も一応ご紹介しておきます。まあ、もうちょっといじってもいいかな。まあ、熟練者や、これ HP 15% 増加、このあたりもあってもいいのかなと思うので、まあまあ運用の仕方ね、考えてみたいという人はピルロップね結構宝物とつってる人なんかも昔からやってる人は多いので、まあそういった方の超越もね少し参考にしていただけたらなというふうに思います。まあ基本はこっちに、続いてクラウスです。でクラウスはね本当にねこの専用武器の、修正っていうのが以前行われたんだけれども、それが行われた後本当にね見直される機会が多くなった英雄じゃないかなと思うんだけれども、それまでもねスキル効果そのものはねかなり有効なものが多かったです、ね、例えば盾強打、これ攻撃速度減少と防御力減少っていうのがついているし、右肩のね物理防御面、かなりね耐久を上げることができる。そしてパッシブのねこの効果で、攻撃力の減少っていうのもついているっていうあたり、かなりね有用なタンクです。一般的なゲームでいう初期キャラでねないがしろにされがちだと思うんだけれども、まあクラウスしかりロイしかり、大体どの英雄もねやっぱり使える、英雄になっている。まあそのあたりねベスパの女性非常に上手じゃないかなと個人的には思うんだけれども、まあそういったところを、しっかりとね、反映させて、なおかつ、武器凸をすればね、最も攻撃力が高い味方に関してはこの攻撃力上昇っていうのを2倍、効果付与させることができるので、もう本当にね有用なタンクだと思います。でチョイス特性に関してはね、まあこれで十分じゃないかな。非物理ダメージ減少効果を付与させることと、非物理ダメージ 25% 増加、これ取っておいて、なおかつまあパシご超越の闇かな、ここを取っておけばもう対物理に関してはもうクラウスがね、権威の一人って、いうことができるんじゃないかなと思うので、まあ、このチョイス特性だけ覚えておいていただけたらいいかなと思います。
あと、CC を少し強化したいんだっていう人なんかは、こういう形かな。いわゆるサブタンク的な運用なんだけれども、クラウスはどっちかというとサブタンクで使うことはないと思うし、耐久面、特に気にならないコンテンツに関しては、味方の防御、防御じゃない、HP 増加だったりとか、CC、っていうのを入れてあげると、いいのかなと思います。が、基本的にはこっちだね。こっちのチョイス特性が非常に使い勝手がいいと思います。で、続いてね、リカルドです。リカルドはね、正直ちょっとね、運用が難しい。というか、もう正直、現状のキャラ実装状況を考えると、もう確実に使えると言われたら、やっぱり VP なんだよね、PVP。で、PVP で使えるスキルっていうのが、個人的にはいくつかあるんだけれども、まず一つがこれ。周辺 P1 で発動できて、味方のね、魔法ダメージの80%代わりに受けますよというこのスキルです。で、これって、PVP でバフ解除されないように、しっかりとこういう、バフ解除スキルによって解除されなくなりますっていうものをつけておけば、対魔法に関して、例えばオブエマリの編成が出てきた時なんかにこういうのを、つけてあげると、耐久できるケースが多い。そしてもう一つがね、超越後の闇。これによって、40%以下になると6秒間、HP が10%以下になりませんっていう効果がついている。そしてもう一つね、これすごくね、惜しい効果、だと思うんだけれども、魔法防御力の50%分味方の攻撃力を上昇させることができるんですよね、この、効果が発動した際に。ただし、これ60秒に対して6秒間なんだよね。これが例えば、30秒ごとに、10秒間とかであるならば、もっと別の運用がおそらくできると思うんだけれども、リカルドってこれ、どっちかというと対魔法属性に、対応している物理タンクになるんだけれども、対魔法に関してはやっぱりロマンの存在が非常に大きいので、リカルドが生きる場所っていうのが、もう正直かなり今はね、狭まってしまった。で、なので、一番ね、有効なスキルとしては、この S3 の、敵のバフ解除、50%でできるよっていうのと、割とね、長めの CC、これがついているので、もう本当にね、VP 特化というような形にして、攻撃速度と MP 回復速度、回復量かな、攻撃時の MP 回復っていうのを意識した、装備っていうのが非常に有効です。で、場合によってはね、この宝物、これをつけることによって、S3 の宝物なんだけれども、バフ解除効果がね、50%から70%に変わる。で、3回攻撃するんで、50%でも大体解除できると思うんだけど、1発目からね、バフ解除がしっかりできるように、もう75%になるこの宝物っていうのがね、割と人気じゃないかなというふうに思います。で、個人的にはね、リカルド、どこかで調整入るかなと思う。多分。ここだよね。味方がダメージ受けると10%の確率で5秒間攻撃力の320%のシールドを吸収して状態異常無効化するシールドを展開しますっていうこのスキルなんだけれども、おそらくこのあたりも、今の流れを考えたら、武器凸をすれば味方の、ダメージディーラーに、攻撃力バフかけたりとかっていう流れになるんじゃないかなと思うんだけれども、現状ね、正直もうロマンがいる、対魔法の権威としてロマンがいるあたりを考えると、リカルドの運用っていうのはかなり難しいのかなと思う。ただ、ベルカザールなんかでもね、割と適性を発揮できるんじゃないかなと思うので、対物理ダメージの減収、増加のこの、S1 の光なんかを取って、運用してみるっていうのも一つかなというふうに思います。どっちかというと、個人的には、PVP ではなくて PVE の方での修正待ちかなというような印象です。続いてロマンです。ロマンはね、NPC 英雄なので武器凸がかなりきつい英雄にはなるんだけれども、やっぱり専用武器についてる、アンプ効果だね。これ私3凸なんだけれども、43%の物理、非物理ダメージ上昇。そして宝物だね。ここで、無凸の場合で10%の非物理ダメージの上昇っていうのがついているし、S1 のスキルでね、25%増加がついていて、なおかつ、これね、さらに25%増加することができる。もう本当にね、アンプ要因としてはかなり、優秀なタンクです。で、なおかつ、対魔法、に関しても、これだよね。五超越の闇。この部分で、ロマンの魔法防御の10%分だけ、味方の魔法防御増加、プラス、ガード率200増加。
と、ロマン自身は、専用武器、これもまた専用武器効果になっちゃうんだけど、魔法防御、10秒間、10% かな、増加させることができます。本当にね、まあ、特に対魔法だけじゃなくて、物理編成の中ではもう本当に、ダメージアンプ要因っていうプラス、状態異常無効、そういったところがね本当に有用なタンク、うん、やっぱりまだ最強の部類じゃないかなと思う。で、まあ物理編成のタンクに関してはダメージ貢献ができるタンクっていうのが、まあクラウスしかり、ピールロップしかり、ロマンしかりと割とね、豊富です。うん、で超越特性に関してなんだけれども、まあ私これねもう一個 TP 振りたいなと思ってるんだけど、まあ今ちょっと余ってるんで、シールドのね、強化ができるようにという意味合いで攻撃力を乗せてますが、まあこの部分は抜きにして考えてもらって、まあに超越2特性の熟練者と、これだよね、HP 増強と、ダメージアンプで、対魔法の時はこれをつけるし、そうじゃない時は外して、まあ、速度減少効果のものをつけていたりします。うん、まあ、大体こんなとこかな。あ、ちなみにこれはね、私 PVP でロマン、タンクで使ってるんだけれども、ダメージディーラーが、アルテミアなので、まあ、この下の部分はほぼほぼいらないかなと思って切っています。うん、でデミアなんですが、まあ、私ねデミア育ててないんだけれども、まあ通常のコンテンツでデミア使ってる人は正直ほとんど見ないから、もうほとんど VP 仕様の話になるんだけれども、 PVP の、デミアで重要なのが、これなんだよね、 S1 の引き寄せ、これを2体引き寄せることができるっていうような運用方法っていうのが非常にやっぱり刺さる。でこの部分の宝物っていうのがあるんだけど、ちょっと宝物持ってないからもう口頭だけで説明するけれども、状態異常命中とか命中率が上がる宝物っていうのを積極的に嫁ってる、ガチ勢の人っていうのが非常に多いです。で取っている超越に関しても、これかな、防御力の増加、あるいはまあクリティカル、耐性の増加、これのどちらかを取って、これかな、 HP 増加効果っていうのをつけるのと、今私が取っているこれ貫通 だよね S1 の光で、余ったところでまあこれをつけている人もいるし、これをつけている人もいるし、これをつけている人もいます。まあ TP の振り分けをね95ポイントまでして、どちらかを取っている人っていうのも多いんだけれども、まあ運用方法としてはね、もう本当に VP 特化のキャラクターに現状になってしまってるかなという印象です。で上位勢見てもね、あんまりね、がっつりがっつり宝物とか嫁ってるわけでもなさそう。やっぱりまあデミアがいることによって、やっぱりまあ耐物理に関してはね、もう割と耐久面かなり強化ができるので、そのあたりを考えると、まあしっかりガード率だけ持っておけば、それなりに、対応ができるのかなというふうに思います。英雄制圧の、制圧じゃない、英雄保護のね、装備っていうのが取れたらいいのかなと思うんだけれども、まあ、状態異常耐性なんかも少し、入れておくっていうのができるっていう意味合いで、どれだっけ、これかな、これを取るのも一つだと思う。うん。なんで、まあ、デミア自体は攻撃速度うんぬんとかじゃなくて、もう本当に耐久できるように調整をするっていうのが一般的かなというふうに思います。まあ、クリ耐性とかがね、やっぱ VP ではガード率、クリ耐性非常に重要です。でまあ直近の話題としてね、PVP、強キャラ集漂うねユリアの実装っていうのがされたわけなんだけれども、おそらく耐久パ対策用のキャラクターっていう意味合いでも実装をされているキャラクターじゃないかなと私思ったんだけれども、まあ、関係ない話なんだけど、前回のあの超越特性のお話をした時に、あのいつもね、コメントいただけるユーザーさんの方から、ユリアどんなキャラクターになると想像しますかっていう話を振られて、うん、どうだろうなと思ったんだけど、やっぱりねアーチャーどっちかというとこう VP 割と強いキャラクターっていうのが多いんだよね。だからまたそれに合わせてこう PVP 強キャラ来るんじゃないかなっていう思いがあったから、それに触れつつ、まあ個人的な思いとしてはね、単体特化のアーチャーディーラーっていうのが欲しいかなっていうのを思ってたから、そういうのが来るといいなと思ってたんだけど、まあザナルスには適性がありそうだっていう話をよくね、周りはしてるんだけれども、まあいずれにせよ VP 特化キャラって言っても過言ではないぐらい VP 性能高いよねっていう話で、
ガード率とかクリ耐性とかもろもろね、そのあたりがどういうふうに影響してくるのかなっていうのはあるんだけれども、タイキューパ殺しとして、一つ出てくる可能性が高い英雄かなと思う。で、これに関してはね、まあ、私自身まだ情報を持っていないので、実際こう自身がユリアを使っている、あるいは、自分はタイキューパで運用してるんだけど、ユリアやべえよっていうような、何かね、そのあたりの感想なんかもコメントの方、もしね、情報を持っている方がいたら、教えていただきたいなという印象を持っています。なかなか強キャラ臭漂ってたね。で、最後にグレミスです。グレミスはね、私専用武器2凸のキャラクター、サーバー課の方で運用してるんだけれども、ちょっとメイン赤は取ってないので、ちょっともう図鑑からね、お話をさせていただくんだけれども、まずスキル効果ですね。で、スキルに関しては、まず S1 がこれ、非物理ダメージ4%増加の7スタック。で、次が S3 かな。で、味方のデバフ解除して攻撃力を20秒間、2万、防御力を9000、アップさせる。そして、ここがね、割と特徴があるところかなと思うんだけど、パッシブでね、攻撃力上昇がついていて、なおかつ、戦闘開始時20秒間、英雄ではない敵に与えるダメージが10%、非ダメージ10%減少っていうのを持っている。で、これ、超越特性の方でね、効果を防御を重視にするか、ダメージ重視にするかっていうのが選べるんだけど、いわゆる通常のステージ、フェーズ1、2、3とかってあるようなステージ攻略いくような時なんかに割と有効なのかなと思う。で、メインタンクっていうよりかはどっちかというとダメージ貢献用の、サブタンク的な運用っていうのが、いいのかな、どうかな。超越後闇を取るかどうかで話が変わってくるんだけども、グレミスに関してはもう防御重視型にして、まず味方の攻撃力上昇をさせる。そして、これかな、攻撃力と防御力の上昇、100%増加させるっていう S3 の闇。だったりとか、これは単純にいるよね。非物理ダメージ25%増加。個人的には、超越後の闇と S3 闇、S4 光で、S2 の光かな。このあたり取って、これ取ってっていう形にすれば、かなりね、ダメージ貢献度高い英雄になるんじゃないかなと思います。物理タンクに関してはね、結構ね、編成組みやすいのかなと個人的には思う。マホパよりかは、タンクに悩まない。ざっくり今回はこんなところですね。次回は魔法タンク編ちょっとお話ししようかなと思うんですが、まあホッパの方が難しいよな。特徴のあるキャラクターは確かに多いんだけれども、なんて言うんだろう、ダメージ貢献の面で見ると物理パワーの方が結構優遇されてるのかなっていうのは個人的には思っています。それぞれのね、色が出せていいのかなと思うし、タンクでのダメージ貢献が少ない代わりに、プリストで、例えば、誰だ？ラブリルみたいな、バフ特化のキャラクターっていうのもいるあたりを考えると、バランスは取れてるのかなというふうには思うんですが、そのあたりのね、違いも、次回にはちょっとお話ししていきたいなというふうに思います。で、完全に余談になるんだけれども、少し前ね、須島さんが主催されていた、DPS、クロドラのね、DPS コンテストで、一応ね、3位取ることができました。動画が上がるのかなと思ってて、待ってたんだけど、なんか上がる気配も今のところちょっと見えないので、最後にね、DPS コンテストで、3位を獲得できたアルテミアさんのね、DPS ちょっと自慢して、終わっていこうかなというふうに思います。今回は以上です。ではでは。